まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。3番のプレイヤーは発言してください。私からですね、おはようございます。塩あります。占い師です。セオリー通り左隣占って白と出ました。そうだな、一発目なので。考察は特に落とせないんですが、雑談しようかな。ちょっと皆さん結構戦歴見させていただきましたが、強そうな方なのでちょっと怖いです。まあメタ発言、私あんまり好きじゃないと言いながらメタ発言しちゃったんですけど、そうだな。話すことが本当に特にないので、ちょっとね、2週目の発言聞いてまた考察落としますね。お願いします。4番のプレイヤーは、発言してください。はい、4番傲慢騎士です。よろしくお願いします。3番さん占い師を俺にしろ把握です。そうですね、別に3番さんの発言でおかしかったところは、まあ、特に見つけられなかったです。はい、まあ、2巡目考察落としていきたいと思うんですが、そうですね、まあ、俺さっきの部屋で、二人狼を見つけたんですよ、初日。二人狼を見つけて、あ、もう絶対ここ来るやと思って発言したんですね。そしたらもうまんまと噛まれて、でしかも俺狩人持ってて、もうそのままもう、はい、もうそのまま乗っ取られて、もう飛んだもう無能狩人で、もう本当にもう、はい、もう今度こそしっかりもうみんなの村の役に立てるように頑張っていきたいと思います。はい、以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、私 CEO なしの村人陣営です。3番さんの4番白出し、わかりました。そうですね。となると、まあ、このままですね、占いが通常であれば2人出てくるのかなって心境で見てますけども、心境部屋ですよね、確か。なんでね、まあ、グレーラーになるかなとは思ってますね。はい。そうですね。まあ、名前では誰も怪しくないですし、そうですね、今のところ3番さん、4番さんの話っていうのは別にまともだったのかなって思っております。そうですね。個人的には、333ですかね。結構、注意深く見ていこうかなと思ってます。人狼が怖いなと思ってます。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。そうですね。いや、あれね、4番さんね、狩人結構透けてたからね、もうこれ噛むしかねえと思ってね、噛んじゃった。ごめんね、ほんと。でそうだね、5番さんはなんか2番さんのことを注意深く見るって言ったんかな。まあ、なんでかは分からんけど、なんでだろうね。なんか理由もなかったし、適当な雑殴りなんかな、分からんけど。で、3番さんが4番さんに白出し把握しました。そうだね、なんか色落ちなかったんで、適当に雑殴りでもなんかしよっかな、珍しく。じゃあね、漢字が入ってるね。7、8、5、4。まあ、4番さん白出しもらってるけど、7、8、5、4、これ二人がいるんじゃないかな。以上。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。おはようございます。3番さん占い師 CEO で、4番さんに白出し把握しました。私も占い師です。5番さんの発言でしたかね。まあ、この後占い2人出るという発言は、狂人狼、まあ神
が出るということなんでしょうか。まあ私としては占い2人で終わると思いますけど、まあ狼出たら釣られちゃう、ロラされる可能性高いので、まあそうだな、4番さんの発言、まあ怪しいとかいうわけじゃなくて本当に雑なぐりになってしまって申し訳ないのですが、4番さんの、まあ、カリードの過去話、まあ、これは白目取りに来た人外なんですかね。まあでも白出されてる、まあでも私目線狂人か狼だからな。まあそんなところです。8番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。自分8番は白です。で3番さん、4番白出し把握です。で7番さんなんですけど、自分を占い師と言って結果を言わなかったのはちょっと怪しいかなと思います。あとここにちょっと強者がいるんで気をつけていきたいと思います。9番のプレイヤーは発言してください。あれ？7番さん結果言った？うん、まあ言ってないんだったらもう今日7番さん釣っちゃえって思ってるけど、さすがに決め打ちすぎかな。うん、あれ俺も気になった、結果言ったかなと思って。うん、普通に7番さん釣りたい気持ちでいっぱいなんだけど、もう7番さん強人でしょこれ。あーでも思考6個はダメか。で8番さんがそこにちゃんと指摘したから、568の中だったら8番さんが一番白かった、うん、5と6はよくわかんないや。6番さんは結構前の試合のこと言ってるし、4番さんも片白だけど前の試合言ってるし、5番さんはそうだな、なんか声のトーンとかは結構印象が良かったんだけど色は見えなかった、うん、だから8が若干ムラめ、5、6分かんない、フラット。もう今日7つっちゃっていいんじゃないもん。結果言ってないしな。うん、結果言わない、うん、まあ黒が出てるんだったら言わなくていいかもしれないけど、黒が出たら真っ先に言いそうな気はするし、うん、もう7つってもいいかなって思ってる、すまない。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。俺も7つっていいかなとは思ったけど、まだわかんない。7けど狼はないと思う。結果言わなかったから、狼なら絶対言ってると思うから、狂人、あって狂人。なんで俺は7は残していいと思う。でね、8番さんも7番さんのその指摘したことは若干白いんだけど、考察時間がちょっと短いんで、8番さんも若干怪しんでる。で、慎太郎さんは7釣りたいとこはちょっと同意見だけど、本気で言ってるのはちょっと怪しむ。5、6番さんはちょっとまだわかんないな。2巡目でどれくらい白くなるかだと思ってる。4番さんはめちゃくちゃ白いと思ってる。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。おはようございます。順番に考察したいと思います。まず3番さん、特に何か怪しいところはなかったんですけど、7番さんが怪しすごく怪しいので、めちゃくちゃ相対的に新芽が上がります。で4番さんは、もう結構余裕があるから、余裕があるから雑談してるのかなって思いました。で、7番さんも4番さん殴ってたから、うん、4番さん白いのかなって思いました。で、5番さんは、なんか雑殴りはいいんですけど、なんか僕だけ殴られて痛いですって感じですね。なんかもうちょっと余裕あるんだったら他の人も殴るのかなって思いました。で6番さんはなんかそこに対して何も、あ、なんか6番さんはちょっと色がまだ分かんなくて、8番さんは確かに7釣りは全然、自分7釣り、あ、7番さんが怪しい、全然いいんですけど、やっぱりグレー考察できる位置なのにグレー考察せずに、なんか次の人が強いので回しますって感じで回したのがちょっと怪しかったです。はい。で、なんかそこを9番さんが8番さんが一番ムラめって言ったんで、うん、ちょっとなんか自分とは考えが違うから違う陣営なのかなって思いました。ちょっと発言が1番さんの便乗気味になって申し訳ないんですけど、そういう考えです。で、7番さん、正直7番さん釣りたいけど、やっぱり7番さんが占い師だった時のリスクが半端ないんで、うん、自分的には7番さん今日、あともう一つ7番さんの気になったのは、多分占い師2人だと思うのでっていうのは、狂人に占い師出ないでねっていう狼なのかなとも思いました。だから、ちょっと7番さんは本当に分かんないから、とりあえず放置でいい気がしますけど、狼だったら嫌だなって感じです。3番のプレイヤーは発言してください。はい、2巡目ですね。そうですね、ちょっと2番さんに言いたいこと言われちゃったんですけど、7番さんが占い師は2人っていうのがちょっと若干気になりましたね。で占い結果も言わないのですごく
うーんって感じです。まあ私目線7番さん強人なんですけど、まあ人狼もあり得るということで。うん、グレーの中だと、まあそうですよね、最初の、なんだろう、方なんで、5番さん、6番さんは考察伸ばせないのは当たり前だと思うんですが、うん、まあ雑なぐりしていたということで。まあでも9番さん、1番さん結構、うん、なんだろう、グレーを探そうという気があるのかなということで、新メニューは置いていますが、うーん、6番さんが結構、なんだろう、よくわからない試合の話をしていて、ちょっと私よくわからないんですけど、まあそこでヘイト買いたくない狼なのかなとも思ったりもします。まあ今日は私は7番さん入れますが。4番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ7番さんは置いといて、まあグレーの交差なんですが、5番さん、6番さんはあんまり色見えなかったかなっていう印象でした。はい、で、1番さんなんですが、俺を白く見たっていうのはちょっとよくわからないな、と思った。うん、でも1番さんは8球を殴ってたから、便乗せずに殴ってたからかなり白いのかなと思ってる。うん、今のところ1番さんは釣り位置じゃないと思う、俺は。まあ、でも2番さんはそこに乗っかっただけだから、うん、別に、うん、2番さんもあんまり色は落ちてないと思う。問題は8番さん、9番さんで、まあ、7番さんの占い先にもよるんだけど、うん、8番占ってるのかな、このまま行くと。左隣とかそういう系なのかな、わからないけど、うん。8番さん、9番さんで見るんだったら、俺は、9番さんが8番さんを、白目高いって言ったのはちょっと気になった。でも8番さんの言ってることもごもっともなんだよ。7番さん結果言わないのは確実にもう人外だと思ってる、俺は。うん、以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、占いの真偽に関しては、まあ、7が人外である可能性が非常に高いと思いますが、今日はやはりグレーから行くべきだと私は思います。で、おそらく8占ってるんだと思うんですけども、そう考えると、9番さんですね、7番さんを釣りをちょっと押したところは、私の中では黒目ポイントが上がったのかなって考えてます。はい、で2番さんに関してはまあいろいろと全面的に、殴っているし、考察も落としているので、今日の釣り位置じゃないかなと思っております。で、1番さんに関してはですね、4番さん、まあ4番さんも言ってましたけど、まあそのなんで白目に見たのかっていう理由がなかったので、そこら辺がちょっと気になりました。6番さんは、そうですね、若干私の殴ったことにコメントしましたが、色は見えてないです。6番のプレイヤーは発言してください。2番なんで出らんやったかっつったら、もう二陣外もしかしたら出るかもしれないんじゃないかなと思って、とりあえず一周潜伏してました。で、多分3番さんが7番さんのことを入れるって言って、結構釣りかけてきたんですよ。だから3番さん多分ね、強人の7番さん狼かなって一瞬思った。で、3番さんが狼だったら、だってわざわざね、なんだろう、もしかしたら占いローラーとかされるかもしれないのに、その発言は多分ないと思ったから、3番さん今のところ強人で見てる。で、7番さん狼ってかな。で、多分ね、7番さん釣り押さなかった、あ、どうなんだろう、どこが押したっけ。8番さん、9番さん結構押してたから、7番さんのこと、自分7番さんのこと黒と見てるから、8番さん、9番さん白と思う。逆に多分ね、1番さんは7番さんのこと、あーでもそう、どうなんだろう。ちょ待って。1号結構黒くは見てるけど、でもそっか、その2人いる時点ではどっちが真かつかんか。ちょ待ってよ。でも7がもし黒なら、でも7黒と見てるから、本当に多分もう思考ロックしちゃうけど、これそしたら8球多分釣り押さないんだよな、わざわざ。でも釣り押したから8球白く見てる。だから145どっかにもう一人狼いるんじゃないかなと思う。とりあえず二人外釣れたから、まあ仕事したかなって感じ。以上。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。占い結果を言わなかったのは、私がスライドするからです。私が5番さんの発言だったかな。まあ占いこの後2人出るって発言に対して、私はまあ強人いるから2人しか出ないんじゃないかっていう発言をしたんですけど、そうですね、多分3番さんは真、潜伏占いがない限り。で、私がスラした理由としては、そう、狼、まあ狂人に占いに出させないためですね。まあここでは2人占い師が出てれば、
まあ、片方が真の確率、まあそうだな、9分の1、まあ、9分の2か。まあそうなるんですけど、まあ狂人狼にアウトをかけて、占いに出させないようにした私は村人すらです。知られるのも全然構いません。8番のプレイヤーは発言してください。1番2番さんにちょっと考察が少ないって言われたんですけど、ただ単にちょっと試合数が少なくてそこは経験不足ですし、これからちょっと直していきたいと思います。で、自分で思うのはちょっと7、2、5がちょっとラインを組んでお互いをかばっているように見えたんで、ちょっとそこら辺グレーで見てます。で、一応今日は7番さんに入れて、次話聞いて2、5っていうか 5はなんか結構黒目で見てるんで、ちょっとそこの発言は気にしていきたいと思います。9番のプレイヤーは発言してください。いろいろ突っ込みたいことがあるんだけど、まず6番さんは占いしようってことでいいよね。あれ6番さん結果言った？俺聞いてなかったんだけど。あれ言った結果俺聞こえなかったんだけど。6番さんそもそも占いしようしてないとかないよね。え、してる？え、したよね6番さん。だって人外2匹出たから仕事終わったって言ったもんね。あれ結果言った6番さん。え、7番さん村すら。でもなんか7番さんなんか3が真とかって言ってたけど、6番さんのやつ把握してなかったのかな。いろいろ突っ込みたいな、これ。でね、俺今日5番さんか7番さん釣りたいと思ってる。5番さんが言ってた、7は非常に人外の確率が高いって言った後になぜか俺を黒目って言ったんだよね。え、なんで？俺7番さんの釣り押しめっちゃ押したのにさ、なんで俺が黒目なのって思った。だから5番さん発言がおかしかった、いろいろと。うん、でまあ7番さんも普通に村さら怪しいから今日5か7釣りたい。うん、6番さん結果言ったっけ？言ってたらたくまさん教えてほしい、6番さんの結果を。俺今日5番さんか7番さん釣りたいです。今日は1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。俺6番さんの占い仕様は聞いてません。で、7番さんも村さらならもう二度とやってほしくないかな。俺ね、レオン君強人だと思う、7番さんが村なら。レオン君、7番さんをご主人様と見て潜伏した今日持ってるから、俺はちょっとレオン君釣りたいかな。うん、7番は普通に村の可能性もあるし、もしレオン君が占い仕様なら7番さん強人はあるんだけど、確かレオン君占い仕様はしてないはず。結果言ってないよね、確か。なんで俺はちょっとレオン君強人で見て入れるわ。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。7番さんスライド把握です。正直7番さんは狼はないかなとは思ってます。ちょっともう考察わかんないんで、で怪しい人言います。まず5番さんが7番さんに蜂占ってると思うんですけどって言ったのは、何を根拠に7番さんが蜂占ってるのか、ちょっと僕はそこが怪しかったですね。で、58ライン見えたんですけど、8番さんが257が怪しいラインがあるって言ったんで、ああこれは間違いなのかって思っていました。ただ5番さんは結構発言が結構怪しいんで、自分的には、うん。で、6番さんは占い結果言ってないのはやっぱり気になりますけど、新占いの可能性が否めないんで、ちょっと難しいですね。自分は57に入れようかなって思ってます。はい、投票を始めてください。5番のプレイヤーが選ばれました。5番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、カリウドですね。ちょっとこの後村人陣営はかなり不利になった戦いになると思いますけども、そうですね、8番さんが白出しに思った理由としては、7番さんが、8番さんが私に占ったと思うよっていう発言があったんで、7が8に行ったのかなと思いました。そこは把握漏れでね、私も7番さんが言ってないのは聞いてましたが、まあ、ちょっとそういう聞き漏れだったのかなっていうふうに誤解をしておりました。そうですね、まあ、おそらく6は人外だと思うんですよ、このタイミングで出てきたってことは。で、じゃあ相方は誰なのっていうときに、
そうですね。まあ、2級のどちらかにいる可能性は十分あるのかなとは思いますね。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは一番。二番のプレイヤーは発言してください。発言してください。昨日言い忘れたことを言います。まず4番さんの考察で、4番さんは3番さんが7番さんを釣ろうとしたときに、いや、7番さん放置でいいって言ったんですね。4番さんが狼だったら多分7番さん釣り押すと思うんですよね。だから4番さんがめちゃくちゃ白い。今日は釣り先は3番さんが黒出ししたところ、6番さんが黒出ししたところ。で、まあ怪しい、自分が結構怪しめに見てた人であれば、その人を釣りたいと思ってます。で、それで結構釣り先迷った時はちょっと1番さんやっぱ噛まれちゃったんで、1番さん村人ってことなんで、6番さん釣ろうかなって思ってました。昨日までは1番さんがちょっと1番さん狼か狂人もあるんで、だから6番さん新占いでちょっと釣ろうとしてるのかなっていう、その線も追ってました。すみません、1番さん村人でした。なんで自分はちょっと6番さん入れるか黒出しに入れるかにしたいと思います。3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。まず占い結果から言いますね。7番さん占って白と出ました。なぜ7番さん占ったかというと、もう本当にムラスラする意味がわからない、もうここ人外なのかなと思って占ったら 7は白でした。そうだな、今日は6番さん占い師で出たんですかね。ちょっと私把握漏れだったら申し訳ないんですけど、ちょっと結果も聞いてなかったんで、今日は6番さんがもし占い師で出ていなかったらグレランになると思うんですが、8番さんの色が正直見えない、9番さんは割と新芽、2番さんも結構割と考察を落としているので、今日もし入れるんだったら、まあ私がグレーだと思っている86だと私は思っています。4番のプレイヤーは発言してください。俺も1番さんと一緒で6番さんが占い師をしたって知らなくて、でもし知ってたらこれはまずいと思ったから6番さん投票はやめたんだけど、多分6番さん本当に占い師をしたの、ちょっとそれは6番さんの番で聞きたい。で2番さんに入れた理由なんだけど、終始俺は黒いと思ってたよ。1番さんに乗っかって発言して、で最後の2巡目の発言も、1番さんに乗っかってた。1番さん、まあ1番さんと釣り位置は全然違うこと言ったけど、まあ大体乗っかってたっていうところで、2番さん黒だと思った。で2番さんね、今日のね、最初の発言も俺にすり寄ってきたんだよ。俺が2番に行ってるからかは分からないけど、で5番さん何なんだろう、本当に狩人で死んでいったのかな。発言して5番さんかなり上手い人だから、そんなミスを犯すかなって思うけどな。でも今日はもう俺6番さんが占い師をしてるんだったら、俺6番さんの芯はもうないと思ってるから6番さんに入れる。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。2番さんって言いましたよ。で、2番さん白です。で、次占ったのは1番さん白。もうこんだけ釣り誘導かけてくるから、1番さん人外だと思って占いました。で、1白でした。ってことは、47893。3あって強靭だと思うんだよね。
え、でも普通7とか占わないでしょ。思いっきり釣り位置じゃん、7とか。いや、マジで親鸞で釣るのやめてほしいって、2白って確実に昨日言いました。はい、それだけです、本当に。だからもう今回グレー行きます。それかもう3行く。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。おはようございます。昨日の村さら大変失礼しました。6番さんが昨日2番さんに白を出していたことは、把握漏れですすいません。本日6番さんは1に白、まあ、1番さん亡くなっていますけれど、で3番さんが7番さん、まあ、私に白ですね。ありがとうございます。まあ、6番さんの3番さんに対する7番占い、まあ、確かに私はかなり釣り位置、まあ、昨日私にも確かに8番さん3番さん投票しているんですね。まあ、私釣り位置なので、まあ、でもそこを逆に占うっていうのはまあいいと思います。怪しいですし、まあ、死んでなかったですし私。そうですね、やっぱり6番さん2週目で占い師使用してたんですよね、きっと。まあそこちょっと怪しいかなって思います。まあ私の村すら怪しいんですけど。8番のプレイヤーは発言してください。いやー全くわかんないっすね。けど6番さんちょっと発言少なかったんでちょっと怪しめで見てます。で3番さん7番3白だし把握です。でやっぱこうなってくると2番と6番がちょっと怪しいんじゃないかなって思ってます。2番さんはなんか最初からちょっとおかしな発言どうしてきてるかなと思ったんでちょっと2番さん怪しめてみてます。9番のプレイヤーは発言してください。いやもうわからんよ本当。盤面ごちゃごちゃしすぎでしょ。昨日にしろとか言った、昨日俺聞こえなかったよ。てか実際みんな把握してなかったんだからさ、みんな占い師をすら把握してなかったんだからさ。もうわけわかんねえよもうね。え、ムラスラが、まあムラスラを責めてるわけじゃないけど、ムラスラがあったり結果言わなかったり。でまあ1番さん神でしょ。で1番さんって結構6狼あるって言ってたじゃん。で5番さんも狩りって言ってて、これが本当であるならば今日噛まれた1番さんの5番さん6投票でしょ。今日俺6でいいじゃない、6でいいじゃないもんこれ。わかんねえよもうこんだけ情報が錯綜したら。6のシーンあるかな。6のシーンがあったら申し訳ないが、7番さんはね本当に無駄な気がしてきた今の発言。てかもう昨日7番さん釣れなかった時点でもう7番さんを釣る名はないと思ってる。正直村皿は初日しか釣る名はないから。6番さん死んだったら本当にごめん。6番さんに入れます僕は。6のシーン切ります。投票を始めてください。6番のプレイヤーが選ばれました。6番のプレイヤーは発言してください。3番さん絶対言ってください。あと4番思考ロック本当にやめて。で9番さんも多分これ人外じゃないの本当に。え、マジで結果言ったんだけど2番しろって。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは7番。8番のプレイヤーは発言してください。
わかんねえな。ちょっとね、占いの結果が出てちょっと考えたかったんですけど、初めということで、結構9番さんは調べてみてて、やっぱ最初から疑ってた2番さんがちょっとグレーなのかなって思って、次2番さんに入れようと思います。9番のプレイヤーは発言してください。てか7番さん昨日自分投票してるんだけど、これ狂人でしょこれ。なんで7番、これ7番狂人じゃないのこれ普通に。なら自分投票してるから、なんで7番さん噛んだんだろう。7狂人6狼で見たんだけど、3が残るか。おや、これはもしかして PP というやつですか。ないよ。あ、ないわ。だって6神だったら2白だもんね。 PP はないか。んだってこれ盤面がマジ見えねえ。なにこれ。7狂人6狼で見てるんだけど俺、違う？で3が真で4白でしょ。だから俺目線2と8グレーで、8がずっと6を押してたことから2番3狼じゃないのこれ。うん、3番真6狼7狂人2狼じゃないのこれ、違う？2がハンターとかって言ったらもう俺めちゃくちゃ迷うが、え違うのかな。どうしようこれ、もう3は3真で決め打つしかなくないこれ。うん、6真に見えないし7狂人、もう3真で見ます。以上。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。うん、ここ普通に、あ、僕ハンターじゃありません。だから多分48ハンターだと思う。どっちかハンターだと思うんで、4番じゃなくて8番さんハンターってことですよね。4番さん多分ハンターだと言って、やっぱり自分は怪しいのは8番さんですね。なんか9番さんが昨日最後に7番さんはめちゃもう白で見なきゃいけないって言った発言があったから7番さん噛まれたのかなって思ってます。うん、正直ここはでも狩人死んだのに3番さん噛まれないっていうのはちょっとおかしいですけど、4番さんはめちゃくちゃ噛まれたんで、うん、なんで噛まないんだろうって思ったんですけど、まあでも3番さん死んだ、はい、4番さんがハンターじゃなかったら9番さんに入れて、4番さんがハンターだったら8に入れます。 あと占い結果を参考に。3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。昨日6番さんが2番さんに白出ししたことで、ここ囲いができたのかなと思って2番さん占ったところ黒と出ました。まあ投票結果は2番さん6番さんに入れてちょっと身内切りしたのかなというところですが、そうだな、私は今日2番さんに入れてほしいです。本当それしか言うことがないんですけど、皆さんお願いします。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。うん、俺ハンターじゃないよ。うん、なんで3番さん生きてんの？で7番さんのね、自分投票、俺強人アピールだと思うよ。9番さんと一緒で。うん。でも3番さんが人狼だとして2狼残ってるんだったら7番噛む必要はないよなっていう話。うん。3番さん1ウルフはないか。だって6番さん1に白で、6番さん2に白でしょ？じゃあ3番さんない方5番しかないよね、もし1ウルフだとしたら。それは薄いよな。うん。ちょっと待って、俺今ここに来て3番さん信じられないんだけど。もう全部の流れを見たら確実に3番さんの方が神明高いけど、あかん、もう俺はもうここで思考ロックする。もう、2番さんに入れます。以上です。投票を始めてください。2番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。人狼の勝ちです。